はい、こんにちは、てっちゃんです。ドラクエタクトをやっていきましょう。リアルタイム対戦ですね。昨日から竜王杯が始まっております。フェーズ1ですね。昨日やっと1勝しかできない、1勝5敗とかいう、ゾーマ大丈夫かという。とりあえずまだ 2,3 日は様子見てみようかなっていう感じかな。はい、対戦よろしくお願いします。あ、この形か。うちまたすぐやられるやつだな。ミディオを取られたら厄介だぞ。クリティカルアーツ考えてるね。でジェシカが、これ一応届くんだよな。ゾーマ届かなかったっけ。あ、届かないか。これは止まるって子いないか。 あの子だけか。ちょっと待ってよ。これがどんな範囲、ここで OK だっけ。入ってんのか。これ燃やしたいな、燃やしたいな。まあいいや、これここ置いとこうか。で、アンルシュは眠りが取れるはずね。そうだね。これゾーマ射程ってどんなもん。ああ、そんなもんか。じゃあこっち側やっときましょうか。いやー、溜める系が後ろ入っちゃってんね。焼けつく半減か。半減だけど撃つ、撃つ、撃つかね。あはやべ、困ったね。そのダメージ、非ダメージのあれからはやっぱ出たくないよな。そうだよな。もう一回チャレンジする？もう一回もう一回チャレンジしようか。焼けつく。1,2,3、ラリホ取れる。 OK、 それは OK。 ラリホ取る。で、これが先か。剣戦な。出るか、もう出ちゃうか。
打っておく。頼むぞゾーマ、頼むぞ。焼けつく。真正面から打ってやる。40%2 回だよ。まあ、昨日からさ、何回外してる？いや、そこ取れてよくない？縦、縦、なんかすごい並んでるけど。必殺の縦の範囲。やば。これやばい。1、2、3、4、5、縦4だっけ？ 5 だっけ？あれ？縦4だっけ？ 5 だっけ？4だっけ5だっけになっちゃった。勇者が上がれるか。さあ、それを誰を持っていくかだな。向こうのゼシカが 誰を狙うかなんだけど、誰ゾーマか。まあまあまあいいか、それはしょうがないか。エターナル、こっちは逃げよう。逃げる。これがあともう行ったんだよな。ちょっと待って、あともう行ったんだよね。あー、見たかったな。なんなら深く眠らせてもよし。このターン勇者落とす。あー、魅了取れんなよ。あ、大丈夫大丈夫。セクシービームバキュン瞬殺そんな出んのダメージ。じゃあ、あー、こっち狙われてなかった。まあまあ、どっちみち狙われてたのかな。一緒だね。そこでやっとか。 40% がさ、その前にさできててもよかったじゃん。しびれるがさ、ヒューズがさ、よし、いいぞ。悪いけどね、まだヒューザ一人でなんとかなるからね、これ。あ、違う、ピサロ一人でなんとかなるから、これまだ今んとこ。向こうはひたすら貯めるしかないと思うよ。で、その間にこっちは、あぶねえ、怖え。ここは落とす、ここは落とす。で、焼けつくかなんかをぶち込む。この魅惑のボディがちょっとあれだな。ありほう。どっちもいけない。じゃあ眠る。もう 40%3 回目だからね。40%3 回だよ。マジ？マジ ?40%3 回だよ。いや、一撃じゃ落ちない。それは引く、それ引く、マジ。40%4 回目いくよ。しかもこのラリフォー 40% じゃ、あ、40% か。ちょっと待ってこれ、そりゃ勝てないじゃん。だってバタフライ入れてる意味がないじゃん。だってそれは勝てないでしょ。あ、さらにこっち狙うんだ。バタフライ落としてもよかったけどね。あ、起きれんのか、こっちが。あー、でしか行かなきゃダメだったね。いや、それは勝てないでしょ。じゃあこっち、どうせやったらでしかやりたいな。ドゥン、これは勝つしかない。会心引くし。
はい、対戦よろしくお願いします。物理呪文威力アップ、これはゾウまで溶かしたいな。溶かしたい。まあ何気にゾウマは勇者にあれなんだね、よくないんだね。一個だけ出るか、一個だけ出るか。これはこのままでよしでしょうか。ここにしようか。うん、こっちはまあ大丈夫だね。こんな感じでしょうか。でここか、これがどうする。出ちゃう。これ入る入る。うん、一個前にする。こんな感じ、こんな感じでどうでしょう。一個だけ出るか。こんな感じでどうでしょう。ちょっとトリッキーな動きしないとね、かく乱できない。ガンガン行こうぜ。さあ出てくるか。で誰につくか、これが、これがね、そこにつくか。じゃあ、じゃあってこともないんだな。こっち側行って、こっち側行って、アストロン呪文。アストロン呪文。あ、これは行きたい。これ3人入ってるよ。3人分入ってます。これは行きたい。さらに削る。これはゾウマ行きたい。ここで見せてこそゾウマを入れた意味があるっていうもんよね。ねなんだけど、本当にねなのか。ちょっと待ってよ、これで行くか、これで行くか。よし、これでこそ入れた意味があるってこと。これしかもここで焼きつく取っていくぞ。シビデクラゲを入れた意味があるというものさ。さあ解除はあるまい。キアリク覚えたら怒るよ。さあ、あくまでも火力でいく。これゾウマ押されてもしゃあない。ゾマをされるな。押された。で神竜が動けず、動けず。さあここでだ。ミラクロスブレイク。マジ硬くねえかこの神竜。ねえちょっと待って待って、みんな硬くない？いやちょっと待って、みんな硬くない？いやそれ硬いよ、みんなやばいって。いやかえ、ちょ、なんかあったっけ。ガンガン行こうぜっては関係ないよね。落ちないパターン、そして回復入れると思ったでしょ。ここでしびれクラゲが仕事してくれるんですよ。取っちゃうからね、これ。なんで85だよ、あと。ちょっと力込めれば85ぐらい出たんじゃないか、お前ら。いやー、ダメだな。いや、こっちはワンパン。こっちはワンパンか。いやーきついな。なになになに、
いやー、あれは落としたい。勇者だけは勇者だけは落としたい。マジで頼むって。本当に勇者また85なんじゃないのこれ。残ってる数1だよ。1だよ。あんた頼むって。1ぐらい。よし、ビリ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 取ろうよ。そこ、これ耐える。あーきついよ、そういうことする。靴までちょっとか。よし、こっからまだある、まだあるよ。目開けつ、はい、取れるよね。さあ、どっちの回復量が上回るか。さっきダークマタいくついった？ 7、9 よ。いくつあるこれ。マジでどんだけだよこれ。あー、655しか出てないのか。そりゃダメでしょ。いや、テリー今頃か。もう最後決着ついてからこれだもんな。あー悔しい。はい、対戦よろしくお願いします。また速攻パターンだなこれね。勇者は落ちる。いやー、きつくないか。ほんとあれだね、相性が良くないな配置の。弱点。もうめちゃくちゃ弱点つける配置になっちゃってるもんね。でガビンでしょ。いやー、きついよなそれ。マジで。こっから魔剣を飛ばす。で、ゾウマッチ行く。以上なんだよな。あれ入る？音柱入る？入んないもんな。焼けつくを入れる。
これは限界だよな。ゾーマ前出すかな。闇の衣ついてるからゾーマ前出してみよっか一回。勇者も届かないからな。こういう感じ、こういう感じでいってみようか。よし、いやまた嫌な感じ。はい、対戦よろしくお願いします。これ待て、やだ。もう一緒じゃん。引っ張られて。こっちはなんだ、焼けつくかこれ。持ってるのは。焼けつく。しかもしびれはいいだろお前。でこっちもしびれるなんじゃないのこれ。ゾーマちょっと出したら出したでさ、良くなくないかこれ。しかもバタフライまで取られる必要ないだろこれ。やばくないかこれ。なんでうちのさ焼けつくはそんな入らない、こっちだけ入るのこれ。当倍相手にやば、これはやばいっしょ。ちょっと待って、勇者いけるから、ちょっと待って、見とけよ。ゾーマ行くぞ。ゾーマに、いや、うまく入らないかな。うまく入るんだったら、いや、こんなそれだからさ、それじゃさ、やっぱ終わるじゃん。終わりじゃん。発揮しって、あ、クサルに対して焼けつくでよかったか。あ、アストロンで、あ、そうだったかもね。いや、これ見てよこれ、ひどくない？アークバッファローに落とされるという屈辱。気持ちいいね。それは気持ちいいね。さあ、誰か持っていくか。言うても、それでもな。持っていくか。こっちで落とすか。それ奇跡の追加なんかついてんのかな、もしかしたら。ちょっと見れないか、武器まで見れないんだよな。本場ですね、武器まで見れるようにしてほしいね。いや、相手が悪かったとしか言いようがない。次は違うさって思いながらポチる。そしてまたやられる。あの配置した瞬間、焼けつくが入る相手になっちゃってるもんね。やばくないこの配置の具合。はい、対戦よろしくお願いします。まあ、メラ OK だな。メラ、で、あと混乱取られたでしょ。混乱取られの焼けつく当倍2人とも入られの、あー、まあ大丈夫か。腹痛までいけるか、耐えれればな。でこれさ、だからあと、そうなんですよ。だから違うのよこれ、向きが。
マジ痛え。ああ、そっちか。そっちか。こっち行きたい。こっち行けるから、こっち行きたい。で、落とせないんだから、こっち行きたい。これ浮くと、これが、いやー嫌な形だねこれね。惜しかったなー。あー危ね。上回るか次。上回んないか。あー落ちるんだね。テンション上がって落とせない。テンション上がって落とせないか。落とせる、ナイス。落とせる、ナイス。こう、しびれくらい帰ってこい早く。ちょっとちょっとちょっと、2つで落とせないっすか。いや惜しいとこまで来るな。頑張れ頑張れ頑張れ。よし、よし。いや毎日一勝しかできないんだけどこれ。毎日一勝ペースじゃなあ。はい、2勝抱えてますここに。はい、というわけで本日の動画は以上となります。また次回の動画でお会いしましょう。